こんにちは。今回はね、地の漢方薬についてお話ししようかなと思います。まずね、第1回目ですけどね、名前はね、お通じ湯って言います。おつはね、乙女のおつ、それからね、字は文字の字ね、でお通じ湯って言うんですよ。でね、これ、まあ、字ってなかなかこう人に大っぴらにね相談しにくかったりして、悩んでる方もね結構いらっしゃると思うんですけどね、もし、お知り合いの方とかね、ご家族とかねいらっしゃったら、こういうお薬も ありますよってことね言ってあげるといいかなと思います。でね、字ってやっぱり便秘がちの人にね、なる人が少なくないっていうことですね。それから男性はもちろんですけどもね、女性もね、出産というのを機にねちょっとなってしまったりということもねあるみたいですね。で、今日はね、そのお通じ湯の効能効果ね言っておきますね。まず自覚のある人、自覚っていうのはね、内自覚外自覚っていうふうに言うんですけどね、通称イボ痔と言われてるやつね、お尻の中、腸の奥の方にできちゃうやつが内自覚で、お尻の肛門のところのちょっとね際のところ外側にできるのが外自覚ですね。で、お尻のところってね、静脈がいっぱい集まってるところなんですよ。静脈層っていうんですけどね、だからそこがこううんって力が入ったり、こう血流が悪くなったりして鬱血してしまうね。そしてこういうぷくっと膨れたねこぶみたいなのができるんですね。それが自覚というやつですね。あとね、このお薬切れ痔にも使います。硬い便をね思いっきりうんって力入れちゃったりするとね、ビッとね切れちゃったりします。それにも使います。だから痔の人で便秘の人にもね使います。それから軽い脱行のある人ね、脱行っていうのは内自覚です。内自覚がこううんって力入れた時にプンってね外に出てきてしまって、で中にこう元に戻らないようなね状況にずっとあるようなね人、これ脱行ですね。こういう方に使います。はい、今日はまずここまでです。よかったらチャンネル登録もお願いします。